じゃあこれでいきます。はい、これでいきます。これでいきます。はい、わかってます。はい、こんにちは、サブチャンネルです。手入ってない。で、これでいきますって言っちゃったから嘘つくことになるかなと思って、ここに置くっていう意味だと思ってたから。ああ、そっか、ごめん。見たことなくて。ごめん、そっか、それはいいのか。嘘つガチガチになっちゃってるって。嘘つきだと思われるかなと思って。いや、そんな風に疑ってないよ。ここでこれでいきますって言っちゃったせいで。いやいや、そんな視聴者って今そうだっけ言ってない。これでいくって言ったのにって。そんなトミーに厳しい。久々に最近ちょっとコンビニに行くことが増えまして。おー。自炊の狭間に、ね。僕もトミーの。近くのコンビニでこの間、はい、エヴァの当たりくじみたいなのあった。めちゃくちゃやります。なんで俺ん家の近くでやってる。目立つなよ。やろう。俺ん家の近くで目立たないでくれよ。いっぱい買って。YouTuber やん。絶対 YouTuber じゃん。俺の家の近くにないからね。そう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 。しかも、残ってたのよ、めちゃめちゃ。あのね、うちに来た人みんないます。いろいろなんか残ってる。あずまのあれ？あそこの近くの家って人住んでない家しかない。いやいや、空き家じゃないのよ。YouTuber 的な人がいないだけ。あ、そうなんだ。目撃からファイナルずーっとありました。そうずーっと。コンビニの店員さんもびっくりだろうね。うん。あれ？周りでは売れてるって聞くのに。全然売れない。橋とかも違うか。ん？橋とかも違う。ああ、まあね。うん。橋渡ったら。橋渡ったら最後。うん、何も売れないんだろうね、そういう系が。で、ポケモンもね、カンタがこの間来た時さ。あ、買った。開けていい？あ、いいよ。これ僕の家の、結構売り切れって言ってて、うん、で、なんか僕の家に後輩が来た時に、うん、コンビニでなんか飲み物買っていいですかって言われて、あ、いいよって言って、じゃあ一緒に行こうかって言って、そうそうそう、一緒に行ったら、ちょっとごめんなさい、これ僕別でお会計でいいんで、これ買わせてください。ああ、今は別にやんなよって言ったら、トミーハウスにポケコが置いてあったからなんだと思って。そう、売ってないんだって、その家の周りだと。なかなか売ってないから、ちょっとごめんなさい、これはそうですね、買わせてくださいって言って。ただいい、買った側の意見、はい、だいたいコンビニでまあポケカこういう、はい、まあ新しいやつだからさ、うん、結構品薄になるんだけど、まあ大量に買う人がいるから、うん、3パックまでとかな、とか5パックまでとか、はいはいはい、あそこ1パックまでの。そうなんですよ。え、何を渋ってんの。注意されました、僕らも。え、どういうこと。なんか一会計で1個です。あー、え、何人かで行ってもダメなんだ。一会計だと、わかんない、どういうあれなのかわかんないけど、で、なんかそれ言われてから、じゃあバラでみたいなやるのイメージ悪いなと思って。そうね、長いしね、多分。そう、後輩もちょっと気使って、あ、いやいや全然1個で大丈夫ですって。多分本当に買い占めようぐらいの、5までは多分いけますとか言って。あ、大体そうなんだよ。で、なんか5人いたし、なんかいけんじゃないみたいになったんだけど、なんかすいません、大体それで25パックにしようみたいな、できるからね、うん、で、すいません1パックで、で、あ、そういうの。いや、おかしいなってました。で、1パックでポケモンカードがすごい売れる地域なの。ここら辺より。いや、すごい余ってます。まだ余ってます。まだ残っちゃってるよ、それ1ずつにして。まだあります、今日もありました。すごいよ。いや、カンタチャンネルに回そうかなと思ったけど、ちょっと開けるわ、せっかくだから、はい、1パックしかやっぱ買えなかったんだ。そう、もう、いや、そうだよ、どんなに頼んだって。俺でもそうだよね。なんでなんだろうね。当たったわ。え、お、ちゃんとラプトロスっていうレアカードが当たりました、うん、ありがとうございます。よかったじゃん。いや、嬉しい。え、それが欲しかったの。まあちょい欲しい、ちょい欲しいなんだ。でも1パックでこれはすごい。ああ、確かに。普通に俺はカビコン当たったよ。え、どう、ああ、や、当たってたね。そう、俺っていうか、いらないですって言って置いて帰りました。なんかさ、当たんなかったらしくて。それはさ、盛り下がりましたな。それはいいのか。誰か知らない。俺がカビゴン欲しそうにしてたからだろうね。自炊もするんだけど、やっぱ一人分作るのが大変で、うん、作り置きはいいんだけど、やっぱ今日ちょっと肉ないなみたいな日にコンビニ行くようになって。あー、コンビニ最近すごい評価がぐんぐん上がってきてるの。え、もう何、もう今はもうコンビニだみたいな。あ、もう上がってきてますね、味濃いし。確かに確かに。なんかずっとさ、自炊生活だったから、うん、その時はさ、毎日こう3人分だったら作った方がさ、安いしやってたんだけど、一人分ってさ、作った方が高いの。でも絶対そうだよ。だって白菜とかもさ、あんなには食わないじゃん、うん、あれのこんくらいでいいわけじゃん。
で 3人で、まあ、ちょうどいい、うん、肉パックもそう全部なんかじゃがいもとかも、うん、4つとかで売ってる、いらんってってなるじゃん。だからやっぱ作り置きで7日間分のやつはいいんだけど、 その日の飯はやっぱコンビニに頼りがちになってて、いやそうなるよね、うん、え、でもさ、うん、なんかさイメージよ、うん、なんかあんだけ自炊をさずっとやってたからさ、うん、し続けそうだけどさ、うん、冷静に考えたらなぜっていう状態だもんね。そう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 。だからでもそれでそのキャラクターを守るために、うん、そのやるほどの余裕というか、だいぶだいぶ料理で何かを取ろうとしてるからね、ただ単に、うん、それで俺が今毎日自炊やって一人分作ってたらな、料理のなんかをになりたいのかなって。いや嘘やんって俺言う。そうそうそう、それで節約は嘘やんって話じゃん。節約というよりなんか狙ってるって、まあ、それはそれでいいと思うんだけど、別に好きなことだったらさ。なんであの、まあ、作り置きはね、まあ、うちの冷蔵庫見てわかるんですけど、あのタッパーに入ってある。それもすごいね、ちゃんとするんだね。でもそれは7日間分とかだから、うん、まあ5から5、6ぐらいだから、なんかなんて言うんだろう、1人分だけどかけ5まあね、確かに、うん、とかなんだよね。だからなんかまあいいなっていう、ある程度だから作るのも結構好きなのね。まあそうだね、そうなると 作るのとか好きだし、だ作り置きの良さは1回スーパー行けばいい、うん、あー確かに、毎日行くんじゃなくて1回行けばもうそれでもバーって作って、確かに。でそれしなかったらもうだってコンビニしかなくなっちゃうもんね。そうコンビニだけになっちゃう、危ないね。ウーバーイーツもすごい選択肢が少ないのよ。ちょっとなんかこう作り、まあコンビニ頼りがちで、まあ、数はちょっと減る。僕のコンビニのなんかちょっとコンビニにハマってました。うん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 、簡単に紹介したいのがあったから。ああそうね、さっき、まあ、知ってると思うけど、まあ一品ずつちょっと紹介しあって、うん、サブちゃんにしようかな。はい、え、俺持ってきていい？はい。あ、トミー先にする？え、どういうの？え、今袋ちょっと見ていい？うん、まあ俺もセブンだね、うん、まず、うん、で俺大量に買ってるよ。じゃあ俺から何する？うん、僕なんかこれもこれもってなってんだって。あ、はいはいはい、僕ちょっと最近すごいハマってんのがあって、はい、もうこれの幸せがすごくて。何？え？じゃあじゃあ何それ？白餅タイヤ。あ、知ってる、これやばくて。あれ、これトミーと一緒に何かで食ったっけ？本当？いや、わかんない、最近ハマってんのよ。なんかめっちゃもちもちのたい焼きで、なんかもう焼いてないんじゃないってぐらい、うんうんうん、タピオカとか、なんかそっち系のなんか食感で中にクリーム入ってて、うんうん、カスタードだよね、これ。これめちゃくちゃ美味しくて、これうまいよな。え、ちょっと食べたい。数日に1回。え、食べていい？はい、どうぞどうぞ。これハマってるんです。白いね、このもちもちなの食感が、絶対焼いてないでしょってぐらいね、うん、なんかこうもちもちで、うん、はい、うまっ。うん、もちっぽい感じだね。そうね、ほんとにもち。なんかね、原料見たら、うん、あのね、こんにゃくペーストとか、確か白玉ごと入ってなかったっけな、白玉ごと入ってない。これはすごいわ。こんにゃくペーストが多分こう、これを引き出してるのかな。うんうん、いいね、たい焼きっていうのもまたね、うん、なんかいいしね。これうまいな。うまいわこれ。みんなおすすめ。昔のさ、うん、あの 1K 住んでた頃みたいな、うん、あのコンビニの紹介なんで、なんか、あー確かにそんなのやってたかも、ね。うん、これさ作れないかな、誰かちょっとなんか作り方あったらコメントしてほしいんだ。めちゃくちゃうまい。俺こんにゃくペースで基本的にはこの食感出してんのかな。これみんなおすすめ、マジで食べてみて、めっちゃおすすめこれ。なんか生チョコみたいな食感。うん、最近ガチでハマってる。ガチハマりで、トミーに、うん、コンビニでなんかハマってるものあるって言われた時に、うん、分かんなかったの俺。ああ、え、あるかなみたいな、うん、で行ったら、うん、あ、これ食ってるわ俺、はいはいはい、ってなったから、もうほんと正真正銘カスタードエクレア。うわ、マジで似てんな、ちょっとごめんなさい、ちょっと俺と似てんだ。いや、だからちょっと持ってきづらかったわな。なんとか似てるね。いやいや、これうまいよ、ね、それはうまいよな、こういうのうまいよね。俺これなんかちょっとかぶりすぎててびっくりしてるけど、うん、俺なんかね、エクレア好きなの。ああ、うまいよね、でもコンビニぐらいでしかさ
買わないじゃん、なんか。まあエクレアって何屋さんに売ってるかっていうと、まあケーキ屋さんかパン屋さんだけど、あ、そうだね、エクレアを買いに行かないもんね。そう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 。で、シュークリームとか、うん、まあヨーグルトとかゼリーとか、うん、いっぱいある中で、うん、これいっちゃうともうここでしか食べれないんだ。まあエクレアは確かに自分では買わないな。でも絶対に嬉しいわ。絶対嬉しいでしょ。うん、うわ最高だな。うん、え、ちょ、久々じゃないの？久々よ、エクレア。やっぱエクレアいいなって感じするよ。うま、ん、ー、うん、うん、いちいち見て、どん詰まってるやん。どん詰まってるやん。今のエクレアやばいよ。パンパンに詰まってんだ。うん、これは、だってシュークリームにチョコかけてるみたいなことだもん。うん、でかいシュークリームにチョコかけてるってことだもん、これ、うん、これは確かにうまいわ。え、これ結構買ってんの？うん、セブン、セブンですね。そっかそっか。もう一個は、うん、先に甘いの出したっていう。いつも買ってないです。え、はい、すみません。ちょっとツイッター見てて、はい、広告が出てて、え、うん、で、うわ、これいいなって思ってたものが売ってたんで買ってきました。いや、もうじゃ新商品も紹介じゃん。そうです、もうあの有益な動画、企画の枠にとらわれない男たちです。あー、これリアルゴールドの新しいやつ。これヤバくない？ X と Y。 いや、ほんと、え、企画入ってる？企画にガンダム入ってる？いや、入ってない。いや、すごい、絶対いいじゃん、この、これ、いや、この大きさヤバくない？いや、一番いいじゃん、これは。もう、いや、ちょっと、ありがとう、リアルゴールドさん、ありがとうございます。すいません、これは確かにいいな。これ、ヨシキさんが作ってんのかな？ヨシキさんが作ってんの？そう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 、あの、ここに書いてありますよ。あー、X ジャパンの。いや、もう。ヨシキさん、不可能なものはない。いや、すごい。誰もが道を切り開く先駆者だ。世の中を変える魔法があるとすれば、それは持続すること。いつか必ず道は開ける。これちょっとやばいわ、めっちゃテンション上がってる。いや、嬉しいのよ。あ、これ買おうって思って。これは、なんでないんだろう、うちのとこ。あ、ない？俺だって今日、あの、家のレッドブルがなんか定期便にしてんだけど、うん、なくて、買いに行ったのよ、うん、で、レッドブルもなかったんだけど。あ、じゃあもう今日、もうようやくオアシスに出会ったみたいな。あったらだって気づくわけでしょ、そのコーナーにあるわけでしょ、ね、今日新発売で出てた。そのコーナーモンスターとなんか Z って書いてあるやつしかなかったわ、うん、これ味違うのかな。さすがにちょっと違うんじゃない。どう、もうリアルクラシック、クラシカルエナジーとロックエナジーだ。でもリアルゴールドのさ、色味はこっちだよね。あ、そうだね、そうだね、イメージ。いや、めっちゃいいな。リアルゴールドは多分ロイヤルゼリーみたいなのがさ多いんじゃなかったっけ。あ、そう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 、そういうイメージあるな。ちょ、じゃあトミー、え、いいですか、ちょっと待ってね。カフェインの量とかもね、やっぱ見ちゃうんだよね。しかもこれコカ・コーラ。あ、めっちゃいいじゃん。最強じゃん。あ、そっか、リアルゴールドってコカ・コーラか。だから本気出してきたね、エナジードリンク。うわ、怖っ。うわ、もうじゃあ勝ちに来てるやん。うわー、もうテンション上がるよね。ええ、今 50m6 秒で出してる。いけ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 、メイン取るから。無理、本当には無理。本当の体は無理。本当の体は無理。頭の中だったら6秒台で失踪してる。早くいけるぞ。頭の中だったら、頭の中でも6秒以上のイメージは湧かない。いや、いいね、これいいです。はい、ということで、はい、コンビニの最近ハマってるコンビニの食べ物紹介でした。はい、あと新商品、突然のリアルゴールドの新しいエナジードリンク。じゃあねー。